BS ゼロレディオ。Right now, them fool we long enough, them now fool we again. Right now, what do you know they all? Lion! Lion in the hall! It's the things that we do, not the things that we say, that make it possible for the things we need today. Line for blow speaker box. Select the drop the need to watch the jumping jack. It's a dancehall rock. It's a dancehall groove. A dancehall rock. It's a dancehall groove. Pick up all Japanese crew. BS zero. Oh yeah. Could look at me and know that I love you. 3月2日金曜日10時半となりました。いつもは火曜日のこの時間にお送りしている BS ゼロレディオ、今回は緊急放送という形で特別番組をお送りします。ブリストルの魂スミス&マイティが自主レーベル3ストライプから初のシングル Anyone をリリースしたのが1988年、つまり今年がデビュー30周年となります。実は今も水面下ではいろんな企画が動いていて、それは今後のニュースを楽しみにしていてほしいのですけれども、今夜は、幻のアルバム Base is Eternal をロブ・スミスさんと一緒に、聴いていこうという番組をお送りします。今ロブ・スミスもここにいますので、ちょっと一言だけ挨拶を、Please say to Hello. Hello, this is Rob Smith. How are you doing?ですね、スミス&マイティのファーストアルバム Base is Maternal は、彼らが3ストライプの後に始めた自主レーベルモアロッカーズから1995年にリリースされました。僕がブリストルの音楽の歴史を探っている中で、モアロッカーズ、その Base is Maternal っていうのは実はメジャーからリリースされる予定だったアルバムの、ダブバージョン的存在のアルバムということを、知りました。実際日本版も日本版のリリースも、アナウンスされていて、その情報は今も Amazon で見ることができます。もちろん買うことはできませんけれども、それでですね、今回そのスミス&マイティが30周年ということで、ロブが過去の未発表音源というのを結構掘り返している中で、この Base is Eternal のトラックリストに載っていた曲名が全部、存在することが判明して、僕が持っている12インチシングルなどと合わせてこのトラックリストを再現したものが、今夜放送する曲になります。先にですね、 BS ゼロのツイッターの方でトラックリストを流してあるので遡ってみてもらえればと思うんですけれども、で今夜は、曲を流しながらロブに当時の状況を聞いていこうと思いますので、まあ曲自体はちょっと聞きづらいかもしれませんけれども、これらの音源がこういう形でまとめて公開されることは、この前にもこの先も、ないと思いますので、どうぞ楽しんでください。であとロブに聞いた話とかはこの後まとめてこうテキストにしていこうと思っているので、そちらの方も楽しみにしてください。で今かけてるのは、その30年前にリリースされた初めてのシングル Anyone という曲の、新バージョン、最近スミス&マイティがステージに上がるときに一緒にやっているご存知タミー・ペインを迎えた新しいバージョンになります。これも今後どこかのタイミングでリリースされることがあるとは思うんですけれども、非常にタミー・ペインの歌もこの曲調に合ってると思います。もうちょっと聴いてください。
タミーペイントは、このエニーワンの他にですね、この間 BS0 ラジオでかけた、シャドウというシャドウ・オブ・ユア・スマイルのカバーバージョンとかも録音していて、できれば今後12日シングルとかでリリースしたいと考えているようです。それではですね、この後多分1時間10分ぐらいにわたって、スミス&マイティのベースイズエターナルトラックス、をかけていきたいと思います。お楽しみに。いただいているのは、アルバムの1曲目に、リストされていた Remember Me という曲で、マリリン・マクファーラインという女性シンガーが歌っています。ちょっとロビンを聴いてみたいと思うんですけれども、これいつぐらいにレコーディングした曲なのかというのをちょっと聴いてみたいと思います。This track actually was suggested to us by the A&R guy at the time, Pete Tong. It was kind of a difficult period for us, we had to make a lot of compromises to try and keep the record company happy. And this was this track was suggested by Pete Tong. It wasn't our idea to do this track, to be honest with you, but I'm quite pleased how it came out. Yeah. この曲は、そのピート・トーンっていうですね、結構知られた名前、当時は知られた名前なんですけど、その A&R レーベルの、運営をしていた人が、彼らにこの曲をカバーしないかと言ったと言っていて、で、まあ、この頃っていうのはそのメジャーレーベルからリリース予定だったんですけれども、あんまりまあレーベルとの関係も良くない時期で、結局このシングルっていうのはあんまりちゃんとこうプロモーションもされないまま、これでアルバムがフェードアウトしていったような感じの、ちょっと残念な時期のシングルなんですけれども、 Is this tune recorded in London? So is there any different feeling for this tune?We originally our sound was came from our own studio in Bristol, but when we signed the major record deal, it was kind of we were advised by management that we should record in London for the quality's sake, to get the better quality recordings for the record label. We didn't really want to do that because we were really happy in our studio and we had our own sound, so it was kind of it was a bit odd for us to be working in a different studio with different engineers and different studio staff. It was
a bit strange for us, really. あのレコーディング今の曲はレコーディングがロンドンで、そのレーベルが用意した、ロンドンのスタジオでレコーディングをしたんですけれども、やっぱ過去の曲とか自分たちの本当のサウンドっていうのはそのブリストルのスタジオで出るものだったので、やっぱりすごい違和感があったそうです。これは多分ねこの後の方でも話を僕もしたいと思うんですけど、そのやっぱりすごい予算があったので、スタジオをもうずっとレーベルが抑えて、彼らがスタジオを使ってない時に、まあ、誰が使ってるのか分かんないような状態の中でいろんな人が、その A&R とかマネージャーの権限でレコーディングを勝手にしてっていう風にちょっと無駄遣いもされたそうで、その辺でこう信頼関係が結構崩れてしまったっていうのもあったらしいです。この曲はですね、サムシングリーグっていう曲で、ジャッキー・ジャクソンシンギング、ジャッキー・ジャクソンが、おなじみのジャッキー・ジャクソンが、歌を歌ってます。この曲は本当にあのロブも覚えてなかったぐらいの曲だったんですけど、実はたまたまですね、ロブが日本にこの間来てからディスコグスを探していたら、ディスコグスでアセテート版が、10万円ぐらいで売られていて、それでちょっとこうこの曲を思い出して、ロブが自分のハードディスクから、この曲を発掘してくれて出てきたっていう感じなんですけれども、How did you feel? We found acetate on Discogs. Yeah, that was quite interesting. I don't know how that kind of came about. I'm guessing that somebody either at the pressing plant or either at the studio recorded that.Took a bootleg or I spoke to Ray Mighty about it. He was really surprised, and we think it might have had something to do with our management at the time, who our manager didn't always tell us everything that was going on, so it could well have been a kind of, you know, a backdoor move from him. I'm not sure. At that time, the tunes on this list are already completed. Well, this is really strange for me because bass is it's eternal. We didn't know anything about it. This compilation is not our compilation. We didn't put this together. Somebody, I still don't know who, put this compilation together from tracks.That we were working on at the time, because eventually the record label terminated our contract, and then suddenly there's this album called Bass is Eternal, which we didn't know anything about. So it's a bit of a mystery to me, this whole Bass is Eternal thing. I mean, obviously all the tracks are ours.And some were recorded in London, some were recorded in Bristol, but someone along the line has gathered this collection and put it together. It's a real mystery to me. I don't even know if it was ever sold or pressed or I don't know. あのこの Amazon にあの情報が載っていた Bass is Eternal っていうものに関しては、彼らは全く感知してなくて、この曲順っていうのもどういう曲がピックアップされたかというのももちろん知らなくて、まあ、僕が教えて初めて、もしかしてこれって作られてたのとか、あのプレスされてたんじゃないのかみたいな風になって、とにかくまあそのぐらいこうレーベルとの関係っていうのはすごい良くなかったんですけれどもっていう話がありまして、この辺は僕もあの調べたこととかで知ってることがあるので、いつかちゃんと文章にしたいと思います。この曲は、サムシングリアルジャッキー・ジャクソンが歌っている曲です。これは結構初期のテイストが出ている感じのトラックになっていると思います。Anyone とか Walk On とかその辺にすごい近い感じの曲じゃないかなと思います。この後はですね Learning to Live Again という曲がかかるんですけれども、この曲はですね全く僕も聞いたことがなかった曲だったのでちょっとびっくりなんで、最初から喋、りなしで聞いてみてください。Yes. Yeah.
はですね、Learning to Live Again という曲で、さっきも歌っていたですね、マリリン・マクファーレインが歌ってるんですが、今ちょっとこの曲を聴いてもらってる間に話を聞いたんですけれども、ジャッキー・ジャクソンがスミス&マイティのシンガーをしていた時期があって、でやっぱりそのメジャー契約とかのプレッシャーとか、そういうこうあの曲歌いこの曲歌いみたいなプレッシャーがあってジャッキーができなくなったっていうところで、この後にかける曲で歌ってるセッションシンガーが一時期参加してたんですけれども、その後このブリストルのマリリン・マクワーレインと出会って、彼女が、そのメジャーとの契約の間の後半部分をシンガーとして参加するようになったということです。あとここからですね、MC ケルツがラップを入れてくるんですけども、このアイデアはどこから来たのかちょっと聞いてみたいと思います。Our start was really we record some music and then tried different vocalists on different tracks. And by using multi tracks, then we kind of mix between versions and mix between vocals. This particular version here happened to have Kells. It's very good. Changing mood in the same tune. Very nice.この曲はですね、タイムで、ベースイズマターナルにも違うバージョンが収録されてるんですけれども、こっちは結構こうアパッチのドラムサンプルがうっすら入っていて、ちょっと聴いてみてください。これを歌ってるのはですね、後にですね、トリッキーとかのレーベルから出したグループにも参加してたフェリックス、スミス&マイティの作品にも何曲か参加してますけども、フェリックスというシンガーが、ボーカルを担当しています。素晴らしいシンガーだと思います。ベースイズマターナルに入っているバージョンがもちろん好きなバージョンなんですけれども、これが割と下書き的な感じで作ったトラックだそうです。で、ここからもうちょっとこうアンダーグラウンドのバイブスっていうのを、注入したいということで完成したのがベースイズマターナルに入っているバージョンだそうです。そっちの方はちょっとこう後のI feel ベースラインとかドラムのこう雰囲気とかもちょっとモアロッカーズの香りを感じさせるような感じだと思います。ちょっとここでそのモアロッカーズについて聞いてみたいと思うんですけれども、ウェイン・
begin to start. After these albums or the same. During the end of this kind of record label situation, Peter and I were experimenting with like break, you know, speeding up break beats, playing with that kind of jungle sound. But the label didn't actually start until we had the contract terminated with the record company. So the label was called More Rockers, and the sound was also More Rockers. But yeah, it was kind of during the transition period, really, at the end of the record deal with London Records. And that was, yeah, 94, 95, when jungle was getting really, really popular in the UK. So it was kind of a natural. Well, Peter was working closely with us for a long time. Ray Mighty didn't really have the same feeling about jungle as Peter and myself, so the Smith and Mighty thing was more me and Ray, and the More Rockers thing was more me and Peter. Yeah. But yeah, Peter's been kind of a close associate for a very long time. モアロッカーズっていうのは始めたのは、まあ、このレコードの契約っていうのもある中で、やっぱ当時こうフラストレーションみたいなのが溜まってた中で、ピーターとよりこの当時盛り上がり始めてたジャングルっていうのをやってみようってことで、レイはあんまりもうちょっとやっぱスミス&マイティ的なサウンドの方に興味があって、ジャングルをあんまりこう感じるところがその当時は少なかったみたいで、まあ、自然とピーターとモアロッカーズっていうのをやるようになってったっていうことです。ですね、これはですね、また完全未発表曲の No Reminiscence というインストの曲なんですけれども、これについてもちょっと聞いてもらってから質問をしてみたいと思います。まずは聞いてください。How about this tune? This tune, which part, early stage or? This is a really early track, from like before the record deal, really, with Jackie originally singing on it, but we don't have the vocal version with us at the moment. Yeah, this is a full song. Actually, the song was written by MC Kells for Jackie to sing. Yeah, really nice song, but we don't have it. I mean, there is, we have one, but here in Tokyo we don't have it. this is like quite, when I hear this, it's very, it's called No Reminiscing, and oddly enough, it does really make me reminisce about this period working in Bristol together before everything got really serious and really pressured. This was quite a good. この曲は、メジャーとの契約を取る前に作っていた曲で、で元々は、まあ、インストではなくて、ジャッキー・ジャクソンと MC ケルスが、上に乗る予定っていうか乗ってるバージョンもあるらしいんですけど、今回ちょっと東京にそのテープを持ってきてなかったので、ここで聴かせることができないんだけれどもっていうことでした。なので、まあ、ここにボーカルが乗るとまたどういう感じになるかっていうのは、さっきのちょっと聴いていただいたジャッキーの曲でケルトの MC を想像してみる。
曲はどっかでまたお聞かせすることができる機会があるかもしれません。今5曲目アルバムでいうと5曲目に、リストされているノーレミニシングという曲を、このタイトルもすごくこう当時の彼らの環境っていうのを反映した、タイトルになっているそうです。ちなみにレミニシングというのは改装という意味なので、改装しないという、まあ、その時もう彼らはすごくガンガン見てたところだったのかという感じです。でですね、今かけてるのは、The Way We Feel という曲で、これちょっと変則的な、ここでの紹介なんですけれども、これは、元々のそのベースイズエターナルに入るバージョンではなくて、サードアルバムにあたるビッグワールドスモールワールドというアルバムに収録されたバージョンをここでかけています。ここで歌っているのはアリス・ペレラが歌っています。ちょっとロブに聞いてみたいと思うんですけど、 Who's the original singer on this tune? So this version, this is a lot later. This was yeah, like you said, Big World, Small World. But originally Marilyn sung. Well, actually the very original version, it was me singingon a four track, yeah, on a kind of like a, but I'm, you know, I'm too shy to be a singer, so Mar-, yeah, maybe I'll play one day, but, who writes our lyrics? Me, I wrote these lyrics, I wrote these lyrics before Smith and Mighty, actually. I did the original track when I was trying,when I was just experimenting, really trying to be, trying to learn about recording. And so my first experience of multi-track was with a four-track, you know, a Fostex four-track machine. Ray heard this and really, really liked it a lot. He wanted me to sing it, but I'm too chicken. so Marilyn sung it on the original version, but this actual version here,was we redid the whole thing and got Alice Pereira to vocal. I really like this a lot. It's one of my favorites. もともとこれは、さっきも聞いてもらった、まあ、いわゆる三代目シンガーの、マリリン・マクファーレインが歌ってるのが元としてあるんですけど、その前、ロブ・スミスが、ご本人が歌ってた、デモバージョンっていうのもあるそうで、ということで、まあ、この歌詞とかもロブが作詞をしたそうです。これの訳詞はですね、ビッグワールドスモールワールドの日本版 CD に、載ってますので、すごく、スミス&マイティ歌詞もめちゃくちゃいいので、ぜひ、中古版屋さんとかで探して日本版を聴いてみてほしいと思います。なんかもうこのバージョンは全然こう最初にベース・イズ・エターナルで入れようと思っていたそのマリリンが歌っているバージョンとは全くもう演奏もリズムも違うそうです。ただ歌は一緒なので、まあその雰囲気だけは伝わると思います。でも僕個人的にはすごいこのアリスの歌声もマリリンの歌声にすごい通じるものがあるので、やっぱりマリリンの持ってるバイブスっていうのを彼らはそのままここに蘇らせたかったんだろうなという気がすごくします。まあロブスミスバージョンもすごい聴いてみたいですけど、
今聴いていただいているのはスミス&マイティで、The Way We Feel ビッグワールドスモールワールドバージョンです。ちょっとこの後ですね、またベースイズマターナルに収録されている曲がかかるので、ちょっと明日の宣伝をしたいと思います。明日はですね、ロブスミス、今回の来日最後の DJ プレイが金沢であります。ダブラウンジアットベース金沢、ロブスミス AKRSD スミス&マイティフロムブリストル、ゴシップ、ヨーコオルガン、アッペッパー、警報バックトゥーバック、ビビンガ、ビビンバ、マイクロ、PPTV、ドイ、ハマ、音煙、スーパー Z、マルボロ、ノースということで、ここ、山子くんの、自慢のパーティーです。金沢ではいつも盛り上がってるみたいで、ロブもむちゃくちゃ楽しみにしていますので、ぜひ明日、金沢、北陸周辺の方は、金沢、ベース金沢に大集合でよろしくお願いします。宣伝でした。この曲はですね、イボルブ、これはベースイズマターナルというあの発売されたアルバムにも入っている曲で、そのバージョンを持ってきてるんですけれども、ちょっとバージョンはこれも一生だったのかっていうのをちょっと聞いてみたいと思います。The record deal was a really difficult time for us. Really, really difficult. The problem was trying to please the record label, trying to give them material that they were happy with. So we initially submitted, quite a big body of work. Some of it they liked, some of it they didn't like at all. So that's why we had to compromise and tried to make more commercial songs. But when the contract was terminated, when they dropped us and we went back to being independent, we kept the things that we liked, and then we dropped everything else and made Bases Maternal in the way that we saw it, in our vision, really, not the record label's vision. And this track was one of the ones that we originally submitted, and we wanted to keep, so it was like we salvaged the best of what we liked, and added new stuff, and that's how Bases Maternal came about. But the original draft wasn't really anything like, it didn't really come out, it wasn't like Bases Maternal ended up.とにかくそのレーベルとの契約っていうので、レーベルをとにかく喜ばさなきゃいけない、レーベルが気に入った曲を用意しなきゃいけないということで、とにかくすごい量の曲をレーベルにどんどん送り続けていて、で、そこからレーベルがピックアップした曲がベースイズエターナルとしてリリースされるということだったんだけど、やっぱりちょっとコマーシャルに過ぎるということで、で、そのレーベルの契約が終わった時に、彼らはどうしても好きな曲っていうのを、自分たちでこうキープしておいたっていう中の一曲がこの曲で、この曲はやっぱり自分たちのその本来の姿っていうのをすごくこう残してるっていうことで、やっぱりお気に入りの曲で、でこの後、この後っていうか、こういう曲をどんどんいろいろ作っていったのがベースイズマターナルになっていったっていうことです。確かにその今聴いてもらった中でも分かると思いますけど、ベースイズエターナルとベースイズマターナルって、一応こう便宜上分けてますけど、もう全然違うアルバムで、やっぱりこういい意味でも悪い意味でも、やっぱりもしこの未発表のアルバムがリリースされていたら、ちょっとその後の景色が変わっていたんじゃないかなという気はします。僕は結果としてはベースイズマターナルがリリースされていて良かったなとすごい思いますけど、当時はすごいでも評判がこう賛否両論分かれていて面白かったですよね。 BS0 レディオ
でここからかけるのはですねドローイングマンということで、先ほどと同じフェリックスがボーカルの曲です。これもともとベースイズ、もともとというかベースイズマターナルには、ベースイズマターナルの後に出てるんですけれども、そこではドローイングというタイトルで、U2 のドラムを使ったバージョンかなで、収録されています。これはハウスバージョンで、ショッピングというサントラに収録されているのと同じバージョンのものをここに入ってきています。So, which version you prefer? This version and this is my channel version. I actually, yeah. I actually like both versions a lot. This was the original version. The first recording of this was before we had the record deal when we started to work with Phoenix. And the idea came from, YouTube cover. We really like the bass line of the original YouTube, so that, this is a kind of a variation of the YouTube bass line, which I really like. But it was kind of during the record label period, it was used for the shopping movie. Yeah. So when we put together the next kind of wave of Faces Maternal, we used features like that mix instead, just to kind of separate ourselves from the original situation. Yeah. But I really like this version actually.これがもうそもそもレコードディールする前に、できていた曲でフェリックスとして作って、U2 のカバーで U2 はもうスムスのマイク2人とも好きなアーティストなんですけど、子供の頃から好きだったアーティストで、で、まあ、それのカバーということですごい気に入ってて、このバージョンもすごく大好きなんだけれども、やっぱりこれがそのメジャーとの契約の中でショッピングっていう映画のサントラに使われたことで、自分たちがそのベースイズマターナルっていうのを出すときにはもちろんこのバージョンが使えなかったのでバージョンを変えてベースイズマターナルに収録されたということです。このベースラインは特に好きだそうです。ちょっと聞いてみてください。ここで使われているギターの音なんですけれども、これを逆回転したギターっていうのがベースイズマターナルのオープニングで流れてるギターのバージョンで、なんか彼らがスタジオでその遊んでる時に逆回転っていうのをやってみたらめちゃくちゃハマってしまってやばいっていうことで、ここで使ってるギターとトラックの逆回転がベースイズマターナルのオープニングソングになってるそうですので、お持ちの方はぜひ聴き比べてみてください。面白いと思います。なんかロブさんとかに質問があれば、この場でお答えしますので、ハッシュタグ BS0Radio で、つぶやいていただければ、拾ってロブに質問を投げてみますので、ご遠慮なく、もし何か知りたいことがあれば、プライベートなこと以外はお答えしますので、ぜひお寄せください。ギターはロブチャントです。
BS ゼロレディオ。この曲はですね、Remember Me、Remember Me じゃなくて Always Be There という曲です。これはですね、ちょっと複雑なんですけれども、完全に未発表っていうわけでもないんですが、12日で RR&R という名義でリリースされたシングルです。RRR1 というカタログ番号で出たんですけれども、これはディスコグスでも見つけることができない貴重な版となっています。これは僕がですね、何年か前ロブと知り合ってから、しばらくしてからこのレコードあげるっていうことでもらって、いろいろ説明をしてもらった曲なんですけれども、Please tell people、about this tune and also on RRR storyYeah, so, yeah, it's not, for me it's not a nice story, but I love this track a lot. I really think this is one of the things we did with Marilyn, which was kind of, that came out really well. So I don't really know what was going on with the management at the time. He had quite a...kind of strange relationship with the with the A&R guy Pete Tong, so he said he wanted to press this up as a 12-inch, like a promo 12-inch, so we thought, okay, great, you know, we're really into that idea. But when we saw the finished, you know, the finished product, it said RR&R, which we were confused by. We'd often recordedas R&R, like Rob and Ray, but this time it's RR&R, and we didn't really know why. But we eventually found out that the reason he called it RR&R was like making fun of the Bristol accent, because the Bristol accent has got a lot of R's, O-R. So he was trying to make a joke. I don't know why, but it was a kind of a secret in-joke between him and the A&R guy, Pete Tong.Which was pretty disappointing for us, really, because. So why how do you think why he doesn't print Smith and Mighty on the label? Because he just used the whole thing as a joke. He just used the whole thing as a funny thing between him and the A&R guy, which for us just made us think, wow.These guys are fools. They're just foolish assholes, to be honest with you. You know, and then we realized that this was this whole record deal was a joke. It was just a. So, is this the last stage of the contract? Yeah. Marilyn came in at the end. Yeah. もう結構契約もこう終わりの頃で、まあそのピートトンってさっきから言ってる、まあ首も高い、ね。A&R 会が、まあ、半分ふざけてそのレコードプレスするという時に RR&R という名前にしたそうで、ロブ と,、レイは R と R で R&R という名前で、変名でハウスとかを作ってたんですけれども、それにこう、まあ、ふざけてブリストルって RRRRR っていう発音が多いので RR&R という、もうとにかく R をいっぱいにした名前でレコードをプレスしたそうです。もうこの頃本当やってらんねえよって感じだったらしいんですけれども、まあとにかくそれでレコードが残ったっていうのは悪い話じゃないと僕は思ってます。まあすごく曲自体は本人も気に入ってるので、僕もすごくいい曲だと思ってました。ですね、その次ですね、この曲はですね Open Your Heart という曲で、これは完全に、未発表曲ですね。これはですね、後でかける Bass is Maternal という曲と同じリフが使われてるんですけれども、ちょっと後で出てくると思います。この部分ですね。This is a very similar refrain of the bass is maternal. So, is it the same session?
この、 そのパッパーラっていうそのスキャットの部分っていうのはこの曲に最初に使ったものをそのベースイズマターナルの方に使い回したということです。So kind of around about this time there was, we were going to a lot of the kind of the rave scene was starting to get really big, like the kind of illegal raves that used to happen in fields and countryside in UK. And like DJ Dye used to come with us a lot, and Crest and those guys, before anybody was, you know. Yeah, from we started going to these parties around about 89, 90, but continue to do so. Yeah, so but around about 92, 93, you could hear a definite change in the music. There was like, I remember DJ Dye saying to me, "Oh, some beats are flat beats, meaning like 4/4 house beats, and some beats are jungle beats, like the tunes that had break beats." And then slowly, kind of, the two sounds separated really, and house music stayed between house music and trance and that kind of style. And the breakbeat style ended up being jungle. So yeah, it was kind of transition. Because at first, when we went to the raves, all the music was like played together. It was like breakbeat house and house music and Detroit and you know, in the same session you could hear lots of different types of music, but it kind of, they separated and one went one way and one went the other way. Yeah, that tune has that feeling, yeah, 4x4 kicks and breakbeat. Very nice. ですね、この曲は、Maybe For Now ですね。この曲は、Bass is Maternal のMaybe for Dub という曲で、別のバージョンが収録されています。ちょっとこの辺でですね、ちょっとこの曲からは離れた質問をしてみたいと思うんですけれども、How did you find these tapes?、Is there on that tape?Already transferred to the data. Well, you found a lot of these, Naoki-san. I don't know where you got them from. but yeah, before coming to Japan this time, I was listening through to a lot of old DAT tapes, and not this collection here, but.Made a collection of tracks that sounded similar to that, to the bass's maternal sound, that were done at the same time or kind of versions or unused mixes. So yeah, I was kind of going through a lot of DAT tapes and taking off things that I'd completely forgotten about really. This track now, this is a really old one. This is originally Jackie's song. And this was a compromise, really, to try and keep the record label happy. I didn't really like this. I like Gina's voice very much, but this particular song, I prefer Jackie singing. But the record label didn't like it. So we didn't use this in Bass's Maternal. この曲っていうのは、もともとは、ジャッキー・ジャクソンが歌っていたバージョンなんですけれども、そのメジャーのレコード会社が、気に入らないということで、ジーナ・フォスターのセッションシンガーを歌いました。今聞けば、彼女の歌声もすごくいいって言ってるんですけれども、それでその結構初期に作った曲なんですけど、それでこのダブバージョンとして Maybe for Dub という曲が、Bass is Maternal に入った時にはそのボーカルを若干こう飛ばして
ベースイズマターナルの方に収録されているという感じなんですけれども、この曲、この今かけてるやつをちょっと覚えてくれたら、今度はベースイズマターナルと聴き比べてみると面白いと思います。ちょっと聴いててください。この辺のベースの感じを聞くとやっぱり初期のこうベースイズムマターナルよりさらに前の初期のスミス&マイティの感じっていうのをすごい感じると思います。初期の頃に作っていた曲だそうです。Maybe for now、 スミス&マイティをお届けしています。ベースイズエターナルスペシャル、いかがお過ごしでしょうか。あと、残り3曲、あと3曲をかけたところで終わりになりますが、もうしばらくお付き合いください。 BS0 レディオ、 BS0 今度はですね、さっきもちょっと話しましたセッションシンガーのジーナ・ホスターが歌っているハードリーウェイトという曲になります。この曲もですね、やっぱりその最初はジャッキー・ジャクソンが歌っていたらしいんですけれども、そのやっぱレーベルのプレッシャーとかすごいあってレーベルも気に入らないということで、このセッションシンガー、レーベルが用意したセッションシンガーを迎えて歌ってもらったのがこのバージョンだそうです。それでですね、でもロブもこのバージョンすごく好きって言ってるんですけれども、でこの後ですね、これロブがまたロブが作詞もした曲なんですけれども、こっから後ですね、ちょっと聞いてください。ここです。ここ。モアロッカーズ好きの人は分かったと思いますけど、モアロッカーズのですね、ライカーファイヤーという曲でこの部分がサンプリングされているんですね。使い回し、レゲエの精神です。こういうところがスミス&マイティ、点と点がつながる感じですごく面白いと思うんですけれども、どうでしょうか。しばらく聞いてください。ハードリーウェイトでジーナ・ホスターフィーチャリング。今ロブが話してくれたんですけど、このやっぱベースラインがすごくこう初期の感じっていうのが分かる
まあ、エニワンとかと同じポン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 っていう感じのベースラインっていうのはやっぱりその頃の流れの曲だとそうです。面白いです。でもベースラインもそうですけど、僕はその鐘の音とか聞いてやっぱりこう初期スミス&マイティ、スリーストライプの頃のスミス&マイティサウンドっていうのをすごく思い出してしまいます。この曲もうちょっと続くんでちょっと違う話をしたいと思うんですけれども、この後ですね、スミス&マイティこの音というかアルバムの前なんですけど、やっぱりそのメジャーの会社からステッパーズデライトという EP を出すんですけれども、それはどういう感じで生まれたのかというのをちょっと聞いてみたいと思うんですけれども、Yeah, that was very near the end of our record deal. Yeah, I think it was our attemptTry and say, look, you know, we want things to sound a bit more underground, a bit more, you know, current, not so commercial, really. It was when you can hear the jungle influence. It was a reflection of what was going on at the time in UK. So that's quite a lot different from the rest of the material. Yeah. So did you get any reaction from people?sorry. Well, it was a very difficult relationship with Pete Tong. Sometimes we'd play music to him, and he'd just have a real blank face, just like he didn't really know what to think. It was very difficult. Yeah. Mm-hmm. It was difficult to see if they liked it or not, or it was difficult to know what they felt. Very difficult. We liked the things we were giving them, but they didn't always like it. その今ちょっとステッパーズデライトっていう、こう全くここには収録されていない4曲入りの素晴らしい EP が92年かなにリリースされてるんですけど、それについてちょっと今聞いたんですけれども、もうそれはレコードディールが本当に終わりの頃、まあ、関係性が終わりの頃に自分たちがやりたいことをやるっていうことで出した EP で、すごく本人たちは音はその当時 の気分を反映したもので好きだったそうなんですけれども、レーベルは全くもう興味を示してくれなかったっていう状態だったらしいです。でもそれが後にジャングルにつながっていくっていう重要な EP だったわけです。それで今かけてる曲はトレインズ&ボーツ&プレインズ、これもバカラックのカバーですね。スミス&マイティといえばバカラックのカバーが多いんですけれども、これもその中の曲で、これはですね、ロブもこれについてすごい忘れていたそうで、僕がずっとスミス&マイティの過去の、イギリスの雑誌のインタビューで、このちょうどそのライターの人が、取材に行った時にこれのレコーディングをしているところっていう表現記述があったので、この曲のことをすごい覚えていたんですけれども、聞いたら探し出してくれて、聞かせてくれたという次第です。ちょっとこれもすごく可愛らしい仕上がりになっているので、しばらく聞いてください。トレインです。
と今これを聞いている間にロブがすごくいい話をしてくれたんですけれども、もう本当にそのこのレーベルとの契約との終わりの頃はもうこれが終わったら音楽をやめようとまで思っていたらしいです。まあ、結果としてその後モアロッカーズというレーベルを立ち上げ、ベースイズマターナルを出して、今に至って独自の道を進んでいたわけで、メジャーレーベルから出ていたら、もしこのアルバムが出ていたらまた違った風景に、多分彼にとってはあまり良くない方向に、僕らにとってはそれはそれでまた面白かったと思うんですけど、あまり良くなかった方向に進んでたんじゃないかという気がするということでした。サイモン・ゴッフェというですね、後にリプレゼントとかをマネージメントする敏腕のマネージャーがいるんですけど、彼がもともとはスミス&マイティのファンだったそうなんですけれども、すごくそのメジャーとの契約が終わった後に、彼らを鼓舞して励まして、こんなにいい時があるんだからやめちゃダメだ、続けろ続けろって言って言い続けてくれたおかげで、ベースイズマターナルが出来上がって、今のこういう RSD ロブスミスの作品っていうのが生まれ続けているということです。それではですね、これが最後です。ベースイズマターナル、これはさっき のリフも出てきますけども、これはベースイズマターナルというアルバムに、収録されているバージョンです。もうこのドラム最高です。もうこれを聞くとですね、ロブが長い髪をこうやる姿がもう思い浮かんで、こうやるとか顔首を横に振る、 I'm talking about your style dancingこうもう体を横に振って手をこう顔の前に置いてやる、こう踊る風景がいつも目に浮かぶんですけれども、最高にかっこいい曲だと思います。これで94年95年なんですから、本当に早いと思います。ベースイズマターナル、スミス&マイティ。Whose idea Bass is Maternal? So this lyric here is from John Lawrence, good friend of ours. He wrote a whole rap. He's quite an intriguing guy. And then when we were at a rave one time, I think there was quite a lot of ecstasy going around at the time. And he just came up to me and started singing this vocal in my ear.And one of the lines was bass is maternal, when it's loud I feel safer. And I just went wow, and he said, yeah, because when we are unborn, before we're born, we are in the womb, and so the sounds we hear is just bass sounds, because you know, we're in the womb and we're in water. So he's suggesting that the sound of bass is a maternalinstinct, and when we hear bass we feel safe, and I just thought that was just a real beautiful like concept. So the album cover, the front cover shows a small boy, which is like Joseph, my son, with a big expanse of water, and on the back there's scans of there's Marilyn's, the scan of Marilyn's with her child and my child and Ray's child. So yeah, that idea ofbass being like a maternal instinct. このベースイズマターナルという言葉は、友達のジョン・ローレンスという人がいて、一緒にレイブとかに遊びに行ってて、まあこう決まっちゃってる時に、ベース、母なるベースで、もしそれが鳴ってる時はこちらが安全に感じるっていう、まあ、直訳するとそういう感じなんですけど、まあ、とにかくお母さんのお腹の中にいる時の赤ちゃんっていうのはもう音がくぐもって、羊水の中にいるんで音がくぐもって聞こえて、こういう感じのベース音が常に聞こえてると。でやっぱりそのお母さんのお腹の中っていうのはすごい安心する場所なので、っていうところからこのアルバムのコンセプトが生まれて、でその水っていうことと、でアルバムの表ジャケットが海辺の子供の写真、それで中には、スピーカーのに手をかざしている子供の写真、あとはお腹のこうエコー写真っていうのが、使われていると。で、マリリンとロブとレイの子供の写真が写っているということで、
なるほどという感じで、かなり、個人的にはすごくいい話が聞けたと思うんですが、1時間ちょっとの、ベースイズエターナル特集いかがでしたでしょうか。このまま終わりにしていいのかなという気がするんですけれども、このまま終わります番組は。とりあえずどうもありがとうロブさん、If you have, please say, say something to the listeners. Well, thank you for listening. And I always try to say, focus on what you want. Don't focus on what you don't want. And happy everything. ロブからのメッセージは、やりたいことにフォーカスして、やりたくないことにフォーカスすることはないと。で常にハッピーでいてくれといういてくださいということでした。とりあえず、信州方面の方は明日金沢ベースに、お集まりいただければと思います。ロブさんはですね、今回は、予定では月曜日には日本を離れてしまうんですけれども、どっかのタイミングでまたお会いできればと思います。スミス&マイティ30周年ということで、これからリリースとか、もしかしたらスミス&マイティでの来日もあるかもしれませんので、その際は、BS ゼロでも、いろんな形でサポートしていきたいと思いますので、ぜひこの後も、この後いろんな情報をチェックしてください。それでは BS ゼロラジオ、異例の金曜日夜放送でした。どうもありがとうございました。おやすみなさい。 BS ゼロラジオ